話題になっていたドールだったらしい。ある時はお姫様の恋文を書き、またある時は歌姫の依頼で新作オペラの歌詞を書いた。さらには有名な劇作家の舞台脚本の代筆もこなしたという。ライデンの郵便社に所属していたけれど、18歳の時にそこを辞めて以降、彼女の記事を見ることはない。そのドールの名は